もう逃げ場はないぞ。うるせえ。潔癖。大丈夫か。おい、なんじゃこりゃ。シャツ汚れちまったじゃねえかよ。汚れたことが大嫌い、潔癖デカです。洗濯したいのにクリーニング屋に行く暇がない、そんな時は宅配ネットクリーニングリネット。さあクリーニングの時間だぜ。潔癖デカの坂上忍です。初めにお話お聞きになった時はびっくりしましたよ。だって CM なんて来ないだろうって思ってましたからね。あ、そうですか。はい、多分30年ぶりぐらいだと思いますよ。10代ですよ、まだ爽やかだった頃ですよ。何の CM だったか覚えてます？言っていいんですか？はい、森永。へえ、はい、お菓子ですよ、お菓子。あ、そうですか。はい、あの刑事役としては何年ぶりぐらいですか？あの刑事役とかじゃなくて最近芝居したことないんで何年ぶりですかね。世の中でこう坂上さんご自身の中でクリーニングしてしまいたいものってズバリ何でしょうか？クリーニングしてしまいたいもの、はい、もので言ったらクッキーボロボロこぼれるから。ああ、なるほど。 あの食べ物は本当にちょっと許せないんで、昔一度助手席であの当時付き合ってた彼女が僕が運転してるのに隣でおもむろにクッキーを食べ始めて、それがボロ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 落ちているのを見て車を止めてクッキーを食べるのか車を降りるのかどちらかにしてくださいとお願いしたことがあるんですけど、その人ね降りたの。その人降りたんですよ。クッキー選ばれちゃいました。俺よりクッキーなんだって思って、多分僕の言い方が勘に触ったんだと思うんですけど。でその結末は、いやそれはもう無理でしょ。先ほどね、はい、コロコロ結構マンチというかいろんなところに置いてあるんですよ、はいはい、これ結構どのぐらいの量を買ったりするんですか？ウェットティッシュの場合は、大体60個ですかね。はい、60個でコロコロも、はい、あのスペアの方は大体60個単位で買ってるんで。60個ですか、はいはい、年間いくらぐらい使います？コロコロで、いくらぐらい使ってんだろう。でもコロコロで10万単位で使ってるの僕ぐらいなのかな。そんな使ってますか？はい、結構、でもその何倍もギャンブル使ってますからね。ああ、まあそれはもう使っちゃってますね。まあお金の方も一応いろいろクリーニングさせていただいて。お首なんか出ないでしょ、部屋に。あ、今のところ住んでて出たのは1回だけで、今のところは25の時からですからもう20年ちょっとですけど。20年ちょっとで1回だけです。1回だけです。はい、すみません、ちょっとお時間が決まってまいりました。はい、大丈夫です。ゴキブリの話で終わるそろそろなんかいい報告みたいなのどうですか？ああ出た、うん、出た。好き好きですね。女性関係、そうですね。クリーニングしちゃったんじゃないですか？ちょっとちょっと面白すぎでしょそれ。ここ数日中にちょっとご飯約束してるんで、はい、やっと、やっと。じゃあ、そうそう、いい報告が聞けそうですかね。いや、いい報告っていうか、あの仲良くご飯食べるぐらいですよ。そうなんですか。それでね、向こうのちょっと出方次第で。坂上さんが出るんじゃなくて。いや、あんまりね、こっちから行くのもさ、あのね、ほんと笑ってるからね。男だったら気持ちわかるでしょ。はい、すいません。クリーニングしないようにしま、わかりました。もういや僕がクリーニングされないように頑張ります。はい、今日はありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。